マーディア十字軍、またはバルバリア十字軍は、1390年に、チュニジアに上陸した、フランス王国軍とゼノバ共和国軍による十字軍。ハフスワサの都市、マーディアを包囲したが、成功しないまま撤退した。フロアサールの年代記などでは、これが、最後の十字軍であるなどといった評価を与えている。100年戦争の昇降期にあったこの頃、 フランスの騎士は名声を得る場を求めていた。そこで、ジェノバの施設が、フランス王シャルル6世に十字軍の話を持ちかけた。当時北アフリカ沿岸では、ムスリムのバルバリア海賊が猛威を振るい、海洋国家ジェノバは少なからぬ被害を受けていた。その海賊の拠点が、バルバリア海岸のマーディアだった。ジェノバはすでに軍船、物資、1万2二千人の救兵。 8000人の不評を揃えており、あとはフランスの騎士の参加を待つだけだった。ジェノバ元首アントニオット・アドルノがこの遠征を十字軍と位置づけたことで参加者は名声を得る機会を与えられ、借金の返済を猶予され、訴訟を免除され、教皇からの職有も与えられた。フランス騎士に若干のイングランド騎士も加わり、ブルボンコを類二性率いる騎士は合わせて1500人に膨れ上がった。 十字軍の総勢は、騎士と不評を合わせて5000人、船乗り1000人と推計されている。当時の教皇庁は、大分裂のただ中であったが、十字軍には、ローマのボニファティウス9世とアビニオンのクレメンス7世の、両陣営から代表の聖職者が派遣されてきて、出発する十字軍を祝福した。60隻の軍船からなる艦隊は1390年7月1日に、ジェノバを立ち、 同月末に、マーディア付近に抵抗を受けないまま上陸に成功した。それから2ヶ月をかけて、十字軍は陣営を設営し、マーディアを包囲したが、有用な工場兵器を持ってきていなかったため城壁を破ることができなかった。ここで、伝えられるところでは4万を数えたというスルタンのアブールアッバースアフマド2世率いるハス長軍が到着した。ここには、 ベジャヤやトレム戦の王たちも参加していた。彼らは十字軍との回戦は避けつつ、襲撃を繰り返した。そのため十字軍側は、自分の陣営の周りにも、城壁を巡らせなければならなかった。ベルベル人の王たちから派遣され十字軍の陣営を訪れた施設団は、自分たちが悩ませているのは、ジェノバ人だけなのになぜフランス人が攻撃してくるのかと尋ねた。 十字軍側が施設に対しイエス・キリストという神の子を貼り付けにして死に至らしめた不信心者だと罵ると施設はそれはユダヤ人がやったことであって自分たちがやったことではないと言ってあざけった。ここに交渉は決裂した。十字軍はハフス・朝の救援軍と接敵するたびに多くの敵を殺したが次第に疲弊して撤退を余儀なくされた。包囲は一向に 終わりが見えず、補給も届り始めていたためである。最後の強習が失敗すると、彼らも交渉の席に着かざるを得なかった。一方、ベルベル人側も、重装備のヨーロッパ人と戦って勝つことができないのは認識しており、両陣営とも敵対関係を解消することを望んでいた。ジェノバとハフスワサの間で和平条約が結ばれ、10年の休戦と、 マーィアがジェノバと類2世に対し15年間功能することが定められた。またバルバリア海岸の海賊も減らされた。10月半ば、十字軍はジェノバに帰還した。この遠征で死亡したのは、騎士274人、全軍の兵士のうちに割ほどだった。戦争終結後、両陣営が勝利を祝った。ベルベル人たちは侵略者を撃退し、ジェノバは、 海賊の脅威を減らすことができたからである。フランスの騎士たちも目に見えた成果は得られなかったものの、十字軍に参加したこと自体が名誉となった。しかしながら、彼らヨーロッパ人はこの宗教的な騎士道冒険から重要な教訓を得ることを怠った。異なる環境への準備不足、巨大な工場兵器の不足、敵の過小評価、内部構想といった問題は、 そのまま6年後のニコポリス十字軍に受け継がれ、壊滅的な敗北をもたらすことになる。ありがとうございます。